えーっと、また調べた方がいいかなま、あいいや。いろいろとこう、ま、あ考えるときに。ま、あ0は力なんです。00001 00は力なんです。はっきり。力です。01は力なんですよ。はっきり強いです。めちゃめちゃ強い。相手にされない無視者、強い。01は強いんですよ。めちゃめちゃ。え、強いですよ。マジで。 で、その時にもう、あのー、疲れた俺はもう自分のダメさを全部自分のダメさを全部、自分のダメさ全部、さらけ出してからスタートしようっつって、ボロクソに言ってくれって思って、無視されてた方がいいじゃないですか。で無視されてるよりも、いろいろ言われてた方がいいじゃないですか、人間っていうとかあるじゃない それがこう、もう、まともに相手にもされん、されんまず、あ、だから、そのもので言ってるからね。あの、安倍高人そのもので勝負してるからね。もう、まずね。まずね。まず、安倍高人そのものゼロで勝負してるから、脚色しないっちいう、地続き完璧に。もう、命そのもの、勝負してる感が出てきてるので、まあ、楽っちゃ楽なんですよね。安倍高人そのもので勝負してるとから、ね。はっきり言って。 なんでこれができないのかなもう世の中の人、なんでこれをやると楽ですよ。それで、それで自分の仕事やるだけじゃないですか。壁高い人そのものでやってるし、自分の命そのものでやってるし、自分として仕事していけばいい楽じゃないですか。みんなと協調して。なんでこれができないのかね。それでそれが小泉時代とか暗黒の小泉時代とか作ったりして。なんかアホ臭いですね。俺はこの道行きますよ。 この道やりますね。あまりにも評価が低すぎる。こういうこと分かってる人間が、ちゃんと話してるんだから、あまりにも評価が低すぎるわ。それでやって、頭いろんな人がやっぱ、歴史上いろんな人がやっぱ、挫折っつって、膝を折ってきたってなるけど、もっとブリブリ低めて、すべてるめて、全てひっくるめて含んで、自分と、ある意味自分の一方で進んでますよっていうことをやんないといけないみたいですね。 ヒカキン正規をやってるのやらなきゃなんないんでしょうね。俺がそんなまともな人間かじゃあ。俺がそんなまともな人間かうん。何言ってるか伝わんないかな。だからもう、アペタカ人、アペタカ人そのものでやっていってんすよね。で、これが楽なんですよね。自分そのもので入っていってるから。命そのもの。俺の命そのものでやっていってるから。まあ。 すげえ確かだし、楽だし。でも、そして、ゼロ再生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 なんだけど、めちゃくちゃゼロ再生0、ゼロ、ゼロポイント0、ゼロ、一は強いんですよ、はっきり。っていう、数じゃないんですよ、結局。あのー、じゃないんですよ。っていうことと、はめちゃくちゃ強いでしょ0、ゼロ再ゼロポイントっていうのは。めちゃめちゃ強いから。 うんまあ、吸引サイクルで、あとね、えー、放出サイクルで、やるって感じなんだけど。うんで、だから、そんな、だからもう、もっと相手にされないかんちゅうか、再生数も欲しい、正直欲しいわけですよ。時にもっとブリブリ社会に向けて、世間に向けて、こう、ひっくるめて、含んで、 もう頭基地が、頭おかしい。狂ってしまったんじゃないかぐらいに、もう攻めていかないかも。こいつ止めらんないみたいな。頭おかしいっていう。だからめちゃめちゃできますよ。ブルーの面です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 って感じ。だからじゃ、そう、もう、どう、どうしちゃったんだ俺っていうぐらいのなんか感じ。 もうひっくるめてやんないと。だって俺は、はっきり言って人を憎んでないんです。人を立ててんですよ。憎だから、人を立てて立てようとして、それで相手にされないから憎んじゃうっていう。人を立てようとして相手にされないから憎んじゃうんだよ。裏返して、愛情の裏返しなので、評価があまりにも低すぎるわけですよ。はっきり、今の。 今の段階でもう、だから絵描いちゃえば、画集描いちゃえば売れちゃう余裕さがあるんだけど、俺ね。でもね、あのね、個人 YouTube 社会っていう、個人 YouTube ブログ社会っていうのは、すごく重要だってことは、もう一貫して言うわけだろあと文化。一貫して言うわけですよ、それは。俺は。一貫の終わりってやつ。そこ認めてしまったほうがいと思ってるのかな、世の中の人って。 でもね、なんか、もう、日本社会を皮肉って絵描いてた画家の人がさ、結局自殺しちゃったじゃない。その絶望感をわかるっていうのと、でも俺はそういう風にならないんですよ。自殺はしないんですよね、俺はね。もう自殺するっていうね、精神のフェーズっていうのをう、過ぎちゃったっていうね。自殺しようかなっていうのを、 絶望をと絶望を乗り越えたっていうか、絶望をやり過ごした過ごした死にてもう自殺未遂、死の音もあったけど、ね、とにかく一度は絶望をやり過ごした時にこうなのかと思うと。で、そのね、絵描くにしてもその人みたいに俺は死のうとは思わないね。俺は。もう自殺しようとは思わない。 明るく気差す、暗い、いや暗闇気差す、明るい太陽をギラって絵を描くね。やるな。もうやるでしょうね。やるな。描くな。あんだけ絶望したんだもん。あんだけ自分いじめたんだもん。生きる絵を描くよ。死ぬ絵を描かない。あんだけ自分に絶望して死のう死のうと思ってて、あんだけ居場所なかったんだもん。今度は生きる絵を描く。絶望からの希望っていう、た、いや、安っぽい言葉、月並みだけど、絶望から気差す明るさの、 明るいって絵を描くでもね。完璧に、俺は。さ、経験してきたもの。んで、絵を描いたら、売れちゃうわけですよ、結局。食っていけちゃうわけで。やっぱ、それで。普通に。でも、それだとつまんないからやってる。それだとつまんないから、アペタが人だけでやってる。や、まあ、まあ、やろうとしてる。メッセージを届けようとしてる。さ、もう、個人 YouTube、個人ブログ、社会って言ってる。社会、社会から個人の人、いろいろと仲良くできる。 一点、毎度一点、わかんない。伝わんないっていう,う。だから、もっと頭おかしくならないかんのかな。柴田、パツダ抱えて、大暴走の12倍20、20倍、20倍ぐらい。あの、柴田、リスペクトしてますけどね。もっとおかしくならない認めて、こいつ頭おかしいっていうぐらい、100万人に言わないといけない。言われたいね。そりゃいいね、こいつ。こいつ頭おかしい。100万人に言われてよ。1000万人から。 一億人か、世界中の嫌われ者になりたいよ。うん、トランプはすごいだから、トランプとか、トランプとミナニア夫人がコロナになった時は、一番いいねついたんだよ。めちゃくちゃだから、世の中ね。一番ツイッターでいいね、もうツイッターも息も、うん、息も耐えたいだけどね、うん。一番いいねついた時って、いいね、ハートマークついたの、その時の。いろいろ狂ってる、狂ってるんだよ、世の中。 世の中グってんだよ。そこまで嫌われるものになるかなもう。俺は血の涙を流しながら、本当本当だよ。本当にみんな生きてて欲しいんだよ、俺。みんな楽しく生きたいんだよ。で、俺は血の涙を流しながらさ、家族愛を解く、家族とこう、大切に過ごすことを解くなんてさ、こんな大それたさ、例ええ病気になったらいちいち悩むよ、また。俺は。絶対。 俺は自分のメッセージをこう、放ってんのになかなか普通に届かないから、30人、20人が見てくれるかとから届かないからムカムカしてんねようん。安倍高人としてそのもの命のもう命のメッセージでも本当に。で、でももう、まだ100万人か嫌われたい、1000万人か嫌われてみたいね。1億人か嫌われてみて、地球上の人がみんなが嫌われてみてえな。そういう意味では。こいつ頭おかしいんじゃないって言われてみたいな。 面白いじゃないもう無視できなくなるってやつもうでもね、バチバチでやるしかないねって思ってもう、もうだから、いろんなものひっくるめて、愛でもくらえってことですね。愛の一撃、愛の境界で礼拝する。もう、そう一貫してそうですね。愛、愛でも暗らえっていう感じですね。俺の憎しみを愛に変えて、愛の一撃ですね。 できるかな愛の境界と礼拝すべしなんだよね、やっぱり。愛に誓う、愛に誓うんです、人間を。どこまでできるかのこれはね。ここまでいっちゃうんだよ、人間って。もう、こいつ頭おかしいんじゃないのってくらいの世の中が発狂してるっていうのけど。こいつ頭おかしいんじゃないってブリ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 ってもう出てくる感じも。もう、感じよ。なぜか俺みたいな、 やつがやんないといいとけなななってすごく不思議なんだよねなぜ俺みたいなやつがそこまでやんないといけないのかってすごく思う。だから、超、もう超平和に冷静に落ち着いて暮らすためには、自然と共にとかね、超落ち着いて暮らすためには、超自分のできる限りを出さなきゃいけない。人に対して、社会に対して。出さなきゃいけないんだろうね。それは、人の、 俺は常々本当に自分の個性を生かす、生かす仕事と、やっぱ人の才能を潰さないっていう、だから藤原直哉先生が言うように、この世の二つの罪は、人の個性を潰すこと、人のね、自分の才能を生かさないこと、その二つの罪があるっていう、常々そういうシンプルなことを俺は態度としてあるので、 バチバチひっくるめてやらなきゃなんないんだよね。本当、何こいつみたいな感じになってくると思うけど。だから、自分としての心の平穏、平和を得るためにはね、自然、自然な心の穏やかさを得るためには、バチバチ自分として戦っていかないかんだろうね。表現していく人に対して。その、ある種、超矛盾してる。矛盾してるよね。 やんないといけないんだよ、それを。そうしないきゃ中途半端なんだよ。人間って。自分が嫌になったら病気になったらうつになる。あるよ。休んでいい。その時は休んでいい。しかし時間かけてそういうスタイル、自分のスタイル確立してやっていかないといかんのよね。まあ、人間っちゃ。一回始めちゃったらそうなんだね。大変よね。 でも絶対そういう風にやっていく中で、昔、感じてた穏やかさとか、生活してる感とか、日々を過ごしてる感とか、絶対蘇ってくる。立ち返ってくる、ね、蘇ってくる、ね、人間そうしなきゃいけない。自分から始めなきゃいけないね。もうね。自分から始めなきゃいけない、ね、自分の。やるよ。ブリブリ全部低めで、クッと出さなきゃいけない。ここまで相手にされない。 三十人、二十人ぐらい見てくれると思ってたけど、女の子だと見てくれるんですよね。女の子じゃ男だからね、俺もね。そういうことやね。バチバチで入場するけどね。それでは。なんだったっけあの、はにはに、ビートを死ぬ。 サスだいが、サスだいがで、スすだいが、スダイガが、グッズラック